描画のプログラマーのリードをやっております松田圭司と申します。今までルミナスプロダクションではルミナスエンジンというものがあったと思うんですけども、それをフォースポークン発売に向けてブラッシュアップしていった内容、特にグラフィックスに関係する内容をギュッと集めて講演したっていう感じになります。ディファードライティングっていう手法を使ってるんですけど、そのディファードライティングの中での D バッファーのレイアウトだったりとか、あとは今回レイトレースを入れたのでレイトレースシャドウだったりレイトレース AO の話だったりとか、あとは GI 周りをガラッと変えたので GI 周りの話だったりとか、 LOD の自動生成、アーティストに求められて入れたワークフローなんですけども、その話をしたりしています。いろいろな精度があると思うんですけども、例えば今回スライドで入れたリバース Z という技術がありまして、遠くにあるオブジェクトがその前後関係がその精度不足によっておかしくなる現象があるんですけども、そういった現象をリバース Z を使うことで精度が向上して、遠くにあるオブジェクトでも正しい描画順番で描画できるような取り組みをやってました。あとはオープンワールドのゲームってどうしても座標が大きくなりがちなんですね。で、座標が大きくなるっていうのは値が大きくなるっていうことなんですけども、コンピューターで大きな値を表現しようとすると計算の誤差がどんどん大きくなっていくっていう特性があるんですね。その特性があるために精度不足が起きて描画の絵が良くならないっていう問題がある時があるんですけども、その計算をちょっと工夫することで精度不足を解消する取り組みを入れたりとか、今回レイトレースシャドウを導入しましたので、以前までのシャドウマップによるシャドウに比べるとシャープで綺麗な精度の高い影が表現できるようになったり、あとはソフトシャドウの綺麗な表現ができるようになったりしています。もともと GI の仕組みがあったんですけども、いろいろ癖があってその GI の表現力っていうのが足りないっていうふうに私は判断したので、その GI の仕組みをまるっと置き換えました。で、そこの実装に関わるタイミングでアーティストの方々からいろいろ意見をいただいたので、そこではいろいろちょっと課題が出てきたかなと思います。ライティング周りの技術の進歩がすごく早いので、そういった部分で取り組みたいなと思っていますね。フォースポークンって魔法を使うゲームなので、多種多様な VFX、 多種多様な魔法のその表現っていうのはすごいなと思いますね。ほとんど VFX アーティストの努力の賜物なんですけども、自分としてはベースの小さい仕組み、小さい技術を提供しているだけなんですけども、その技術をアーティストの方がうまく使っていただけることで、あ、こんなすごい表現ができたんだっていうのは自分がテストプレイしている時にちょっと驚く時がありますね。 GDC で講演した経験は今までなかったものですからとても緊張しました。英語で発表するっていうのも自分としては初めての体験だったので、とても準備に時間かかりましたし大変だったっていうのが正直な感想です。個人的には講演の一番先頭とかに軽いジョークとか挟みたいですけど、なんかそこまで の力はなかったですね。現地に行って発表したいなと思っていたので、なんかいい体験ができたなと思います。